ほとんどご存知ないかもしれませんが、クボタという地味な会社、実は納期メーカーとしては世界第4位のシェアを持っていて、特に北米は絶大な人気を誇っているようです。今回はそのクボタのトラクターの海外映像が話題になっていました。株式会社クボタは大阪府大阪市浪速区に本社を置く農業機械、建設機械等のメーカー。納期メーカーとしては国内トップ、世界でも4位。日本の農業用トラクターメーカーとしては最も高い製造実績と販売実績を誇り、海外では日本の農業用トラクターメーカーとして唯一独自の販売網を構築し、世界各国で高い評価を受けています。特に世界最大の北米市場では絶賛されているようです。北米では個人でも数千、数万坪という土地を所有する富裕層も数多く存在し、そこでの芝刈りなどでも活躍。また農業での軽作業用の車両としても重宝されているようです。投稿されている映像はカナダのようで、地元の丘を駆け上がる様子が映されています。クボタのトラクターやエンジンに対して外国から様々な反応がありましたので、その一部をご紹介します。海外で話題の動画は下の説明文内のリンクからご覧ください。